解説担当の夜です。聞き役券突っ込み担当の赤月だよ。同じく月です。皆さんよろしくね。くね今回のお約束はいかだよ。なるほどなるほど。わかりました。そして今回の作品はこれだ。GC のベルズの、転生したら剣でした。第1巻です。著者は田中優で、イラストワルロうだよ。初版発行は2016年8月6日だね。パチパチパチ。著者は、小説家になろう。 バラのデビューだね。この作品がデビュー作になるよ。イラストのルローでこっちは有名だよね。マシンドールは、傷つかない。いや、俺の彼女と幼馴染が知らばすぎる、は代表作だね。独特の線の柔らかい感じがいいよね。さて、いつもと違うけど本作はかなりやれな作品なので、めっちゃディスります。なのでこの作品が好きな方はこれ以上進めないことを勧めます。 はい。ここまで来たということは了解したということで進めます。各章の構成はいかになるね。プロローグ。第1章。大草原のぼっちな剣。第2章。剣と少女は出会った。第3章。冒険者ギルドとお約束。第4章。初めてのダンジョン。エピローグ。ではそんな感じで説明していこう。よろしくー。目が覚めると、朝日が昇る風景だった。実に感動的な風景で感動した。 30年間生きていて初めてではないかという光景だ。あれ。でも記憶している最後の光景は猛スピードで突っ込んでくる。真っ赤なオープンカーだった。運転席のチャラい男はスマホ片手にあさっての方を向いて、何やらバカ笑いしていた。ながら運転ですか。車だけではなく自転車でも見ますね。正気とは思えませんよ。つまり、死んだはずだ。神様っぽい声が突然響いて、頑張れ、とお、今までにない導入ですね。 だよね。普通はいろいろとヒアリングあるのに今回はないんだ。周囲を見るためにみじろぎしようとしたが体が動かない。体の感覚もない。目もないのになぜか見える。そして、自分の体を見下ろして理解した。自分は剣になったんだと。なかなか斬新ですね。スライムとカクモはあったけど、無機物って新鮮だね。そして空を見上げると6つの月が浮かんでいることから、少なくとも地球ではないことが分かった。 いろいろとあがいていると自分のステータスが確認できた。現状の確認をしたところ、どこか遺跡のようなところに、突き刺さっているようだ。でも剣だと何もできないよね。自分からは動けませんもんね。実は、動けるんだよ。え<っ>、粘土、というスキルがあったので試したところ多少は動けるとのことだ。この後、近くのモンスターを飼ってどんどんパワーアップしていくんだけど、正直この辺りが単調すぎて、寝る、何かと戦って、 開いてこんなスキルが増えたって感じでそれはだるいそうなんだよねしばらくして獣人の猫耳少女フランと出会うまではひたすらこの繰り返しでもう寝ますフランと出会ってからはもう少し会話の幅とかは増えるけど基本的には同じことの繰り返しだねなるほどそりゃ全然楽しめないねそんな感じでフランと出会ってからは街に行って冒険者ギルドに入ったりダンジョンクリアをしたりとかストーリー的にはお約束的な感じだね そういう感じなんだね。で、おすすめランクはどれくらいですかそうだねーす。A、B、C、D と分けると、うん。D かな。一冊千円以上する上にこの内容だからね。いいところがないんだよ。とにもかくにも読むのが辛い。普通のラノベの2倍以上の時間がかかったよ。そりゃ、辛いね。さっきも言ったけどテンポが悪いんだよ。ちょっと戦闘した。ステータスがこうなった。 の繰り返しで、実際の意味ある文字は全体の半分以下じゃなかろうか、って思いますよ。なんて言うかね。こういうのを読みたいわけじゃないんだよね。Kindle の欲しいものリストに2回以降を入れていたけど、今回は1巻読んだ段階で削除したよ。あらら。ということで今回は以上となります。まだまだ不慣れなところがありますが、チャンネル登録、いいね、コメントをいただければ幸いです。それでは、皆様、まったね。